ようこそ。こちらは北海学園大学人文学部英米文化学科のナビゲーションシステムインフォメーションを起動します。人文学部は文化を学ぶ、世界とつながるをモットーに、自らのキャリアを主体的に形成できる人間の育成を目指すことを目的とした学部です。中でも英米文化学科では英語4技能、聞く、読む、話す、書くを確実に習得するため、合計28種類の多彩な英語科目を開講。英語の運用能力と基盤となる教養を深める2つの柱からなるカリキュラムで、英語を使って国際的に活躍できる人材を目指します。続いて当学科の学びの概要です。英米文化学科では確かな教養に裏付けされた英語話者育成のため、2つの大きな柱を打ち出しています。1つは実践的な英語運用能力を磨くための28種類もの英語科目、もう一つは思想や歴史、環境などの文化を学ぶ科目群で、教養を広げ英語を深く理解するためには欠かせないものです。また取得できる資格はご覧の通りです。そしてこれは人文学部の進路統計のグラフです。札幌市役所、北海道教員から資生堂ジャパン、JTB など多岐にわたる分野で活躍しています。当英米文化学科は英語運用能力、欧米文化、英米文学、人類学、そしてこれらに興味のあるあなたに会えることを大いに期待します。以上、これで人文学部英米文化学科ナビゲーションシステムインフォメーションを終了します。